欧州石炭鉄鋼共同体は、冷戦期に欧州6カ国が設立し、歴史を経て欧州連合となった国際機関。国際カルテルから生まれ、生産割り当て、価格制限、情報共有、投資調整、安全保障、エネルギー政策といった機能が不可分に結びついていた。第二次世界大戦前における石炭、鉄鋼石の関税撤廃も、 目的の一つである。欧州石炭鉄鋼共同体は、シューマン宣言に基づき、1951年のパリ条約により設立された。条約の調印には、フランスとドイツだけでなく、イタリアとさらに、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクのベネルクス3カ国も加わった。欧州石炭鉄鋼共同体の発足によりこれらの、調印国の間で石炭と鉄鋼の共同市場を、 創設することが起とされていた。欧州石炭鉄鋼協同体は加盟国政府の代表、議会の議員、独立の立場にある司法の監督を受ける最高機関の下で運営がなされた。1956年、石炭価格規制が解除されて加盟国間で価格が自由化された。自由化直後は、翌年に連邦議会選挙を控えて、ケオルクを解散するなどして、 石炭価格は低く抑えられていた。選挙が済むや、いなや、炭鉱会社は、価格の引上げを ECSC の高等機関へ一斉に働きかけた。価格は据え置かれて、石炭需要側は、アメリカ端に切り替え出した。そこで西ドイツは1969年まで、石油税を課した。1957年のローマ条約では、欧州経済共同体と欧州、 原子力共同体が設立された。欧州石炭鉄鋼共同体は、これらと加盟国や一部の機関を共有した。1958年にアメリカタンがダンピングをかけてきて、また1960年には、世界の重油価格が1958年比で5、8程度に急落した。1967年、ローマ条約に定立した。 欧州諸共同体の運営機関が統一された。初共同体は損敬された。この後西ドイツは、年率10%のペースで石油の消費量を増やし、天然ガスの使用量も倍増させ、原子力発電も実用化し出した。より具体的には、G メンスとアイグの共同司会社、クエが AK7 カ国コンソーシアムの TNPG と技術協定を結んだ。 TNPG はすでにヒンクリーポイント B を建設した実績があった。後にハンターストーン原子力発電所 B 原発も建設する。これより先、欧州石炭の国際競争力は失墜した。外資が投下され、金融面ではユニバーサルバンク化が進んだ。ベルリンの壁崩壊翌年にドイツで固定価格買取制度が導入された。2002年に パリ条約が執行し、特に更新もなく、欧州石炭鉄鋼共同体の活動や資源は、欧州共同体に受け継がれた。パリ条約第65条は原則として、カルテルを一切禁止する。過度経済力集中排除法にあたる規定も存在した。しかし、共同市場は、産業の合理化に都合が良いから評榜されたのであって、参加国の独占資本には、 抜け道が用意してあった。共同体は自らの権限で生産割り当てや価格制限をすることができたし、場合によってカルテルを認可することもできた。認可された例は西ドイツ製鉄メーカーのアメリカ単輸入協定、イタリアフランスの薄い特殊講供給契約、そしてベルギーの鉄鋼カルテルである。認可の降りなかった例として、 西ドイツイタリアの鉄くずカルテルがあるけれども、共同体全体で、スクラップの共同輸入を1953年から1958年末にかけて行い、事実上そのカルテルを存続させた。共同体内に発生したスクラップには付加金をかけ、輸入鉄くずに保証金を与えた。しかも鉄くずの使いすぎに罰金を課して、先手仕様に補助金を出した。また、 民間企業の設備投資は原則として各企業の自由であった。しかし共同体は後可加計画のようなこともやった。民間企業から投資設計を報告させるなどして需要予測を立てた。それに照らして受給バランスに問題を認めるときは警告したり自ら救済融資に動いたりすることができた。1957年に先鉄が不足してつくずの 消費が増大した時は、警告の上先鉄部門に融資を行った。また、この数年後にわたり共同体は、西ドイツ鉄工メーカーへ何度も融資をした。それは例えば、ザルツギッターへの1億マルク信用保証とか、ティッセン事業拡大への融資などである。この頃ちょうど共同体は、空運動部などから多額の融資を受けており、外の金融カルテルとも関係していることがわかる。 共同体は、生産割り当て、価格制限、情報共有というカルテルの伝統的な機能だけで、なく、投資調整まで可能であった。共同体の機関は最高機関、共同総会、閣僚特別理事会、司法裁判所の四部構成であるが、そのうち、共同総会と司法裁判所は、共同体の設立からほどなく、欧州原子力共同体と共有された。 欧州石炭鉄鋼共同体発足時は原子力大国フランスの発言力が大きかった。原子力問題賞バンドスミニスティリアムフィアー・タンフレイガンの設立とチュニジアの独立を経た後、1958年西ドイツ会員で核武装が決議された。ボタンは NATO が持つことになった。これはニュークリアシェアリングと呼ばれている。そしてこの頃、共同体は 西ドイツ鉄鋼メーカーへ継続的に資金を提供していたのである。共同体は投資調整と安全保障とエネルギー政策を不可分な形で担ったのである。共同体内の鉄鋼業は国際輸出カルテルを結んでいた。1953年3月に発足したブラッセルコンベンションである。原加盟国はフランスベルギールクセンブルクであったが、 同年9月オランダと西ドイツが参加した。いつしかイタリアも加盟した。協定品目は画期的、つまり鉄なら大体全部であった。罰金の徴収、管理は戦前から引き続きスイス信託会社が受け負った。ブラッセルコンベンションは共同体内よりも高い価格で輸出し、関税及び貿易に関する一般協定の総会で問題にされた。 最高機関はブラッセルコンベンションを条約違反と宣言したが、条約の規制する競争制限は共同体内に限り輸出は規制外という公弁が通ってしまった。1968年、ブラッセルコンベンションはブラッセル体制を敷いた。そしてこの年にユーロクリアができたのである。1919年に出版した平和の経済的規決において、ジョン・メイナード・ケインズが ベルサイユ条約をヨーロッパの経済復興に資する条項を一つだに設けていないと批判した。そこでケインズが示した具体案には ECSC 構想と理解できる部分が存在した。それは次のような計画であった。連合国が設立した石炭委員会を国際連盟の付属機関として、ここにドイツだけでなく、中東欧諸国と北欧中立国も参加させ、 国際連盟の管理下で石炭生産体制を作るというものである。1926年に結ばれたアンタント・インターナショナル・デ・ル・アシエという国際カルテルが ECSC の土台となった。1950年5月9日に発表されたシューマン宣言は次のように述べている。ヨーロッパの他の国々が自由に参加できる一つの機構の枠組みにおいて、 フランスとドイツの石炭及び鉄鋼の生産をすべて共通の最高機関の管理下に置くことを提案する。中日欧州委員会代表部による火薬 10PX この提案は経済の成長を促し、また長らく敵対してきたフランスとドイツとの間での平和を強固にするということが目的とされている。石炭と鉄鋼は国家が戦争を起こすのに欠かせない資源であり、 敵同士であった両国の間でこれらの資源を共有するということは極めて象徴的なものとして受け止められた。そのためシューマンの構想はヨーロッパ連邦の第一歩としても捉えられている。西ドイツではヨーロッパの労働組合や社会主義者の支持を受けているにもかかわらず社会民主党がシューマンの構想に反対することを決定した。フランスや資本主義、 コンラート・アデナウアーに対する個人的な不信感とは別に、クルト・シューマッハーは、6カ国による小ヨーロッパという統合の概念は、社会民主党の党勢である、ドイツ再統一を覆すもので、西側諸国のアルトラナショナリズムや、共産主義の動きを強めるものだと主張した。また、シューマッハーは、欧州石炭鉄鋼共同体では、鉄鋼産業の国有化が不可能となり、カルテル、 生殖者、保守派のヨーロッパが独占することになると考えていた。フランスでは、シャルル・ド・ゴールが、かねてより経済圏の連携を支持しており、また1945年には、ルール地方の資源開発を行うヨーロッパの同盟について語っていた。ところが、ド・ゴールは、欧州石炭鉄鋼共同体について、見せかけの共有ルプール、セフォーセンブロントと表現している。 ドゴールは欧州石炭鉄鋼共同体がヨーロッパの統合においては不十分な断片的なアプローチであり、また共同体におけるフランス政府の優位性があまりにも弱すぎると考えていたのである。また議員総会がヨーロッパ市民の選挙で選ばれていないことからスープラナショナル機関として欧州石炭鉄鋼共同体は不完全なものであるとも考え、 欧州石炭鉄鋼共同体の設立はアメリカ主導の経済復興からの脱却であるというレーモンアロンの主張を受け入れなかった。このような状況でド・ゴール率いるフランス国民、連合はパリ条約批准承認にあたって国民議会で反対に回った。このような反対勢力があったものの欧州石炭鉄鋼共同体は設立されることになった。 欧州石炭鉄鋼共同体を設立することが、歌われた100カ条にわたるパリ条約は1951年4月18日に、フランス、西ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクによって調印された。パリ条約により史上初のスープラナショナリズムに基づく国際機関が設立されることになり、またそもそもが石炭と鉄鋼の共同市場の設立が、 目的であったものが、共同体における経済の拡大、雇用の増進、市民の生活水準の向上といったことも狙いとなっていた。さらに、共同市場は安定と雇用を確保する一方で高水準の製品の流通を合理化するということも起とされていた。石炭の共同市場は1953年2月10日に、鉄鋼市場は同年5月1日にそれぞれ開設された。 欧州石炭鉄鋼共同体が発足したことを受けて、ルール国際機関はその役目を欧州石炭鉄鋼共同体に譲った。パリ条約の調印から6年後に欧州石炭鉄鋼共同体の加盟国は欧州経済共同体と欧州原子力共同体の創設を取りまとめたローマ条約に調印した。両共同体は若干の修正がなされているものの、 欧州石炭鉄鋼共同体の持つ構造や理念に基づいて設立されている。パリ条約が発行から50年後に効力を失うのとは異なり、ローマ条約には期限が設定されていない。この新たな共同体はそれぞれ関税同盟と原子力エネルギーでの協力体制を構築するものであったが、その後対象とする分野が急速に拡張され、 欧州経済共同体が政治面での統合において最も大きな役割を持つようになったのに対して欧州石炭鉄鋼共同体の存在感は薄くなっていった。法令上は別個の組織で閣僚理事会や最高機関共同体委員会もそれぞれに設置されていたが欧州石炭鉄鋼共同体欧州経済共同体欧州原子力共同体は 議員総会や欧州司法裁判所を共有していた。その後重複による無駄を省くため、ブリュッセル条約により三共同体の機関が統合された。また、欧州経済共同体は、後の欧州連合における三つの柱の一つとなった。パリ条約は、欧州諸共同体や欧州連合が発展、拡大するにつれて、たびたび修正がなされていった。また2002年に、 パリ条約が執行することもあり、その後の対処に関する議論が1990年代初頭から始められたが、規定通り執行させることが決定された。欧州石炭鉄鋼共同体の対象分野については、ローマ条約に移し、未処分の財産や欧州石炭鉄鋼共同体の研究基金については、ニース条約の付属議定書で扱うこととなった。 2002年7月23日にパリ条約は執行し、ブルッセルの欧州委員会本部の前で掲げられていた欧州石炭鉄鋼共同体の旗は下ろされて欧州旗に取り替えられた。欧州石炭鉄鋼共同体の機関には最高機関、共同総会、閣僚特別理事会、司法裁判所があった。また、付属機関として、 諮問評議会が最高機関に設置されていた。これらの機関は1967年の欧州、諸共同体発足時に統合されたが、諮問評議会だけは2002年のパリ条約、執行時まで独立して存続していた。パリ条約では、機関の所在地について加盟国の総意で決めるよう、謳っていたが、これについては、激しい議論となった。その場しのぎの妥協として、 共同総会は、ストラスブールとしたものの、それ以外の機関は、暫定的に、ルクセンブルク市に置かれた。ルクセンブルク国立貯蓄銀行本館欧州石炭、鉄鋼共同体最高機関の本部が置かれていた。欧州委員会の前身である、最高機関は9人で構成され、共同体の運営にあたる執行機関である。フランス、西ドイツ、イタリアから2人ずつが、 ベネルクスから一人ずつが委員に任命された。委員に任命された9人は、自らの中から一人を委員長に指名する。委員は、出身国政府から任命されるが、出身国の国益を代表するのではなく、共同体全体の一般的利益を忠実に守ると、された。また、委員の独立性については、共同体以外の役職を兼ねることや事業を行って、 利益を受け取ることが禁止されていたことからも確保されていた。最高機関の理念として、画期的な点はそのスープラナショナルな性格である。条約の目的達成を確保したり、共同市場が円滑に機能したりするためには、幅広い分野で競合することがある。最高機関は3種類の法令でこれらに対応してきた。それらには、加盟国内で、 直接的に効力を持つ決定、目的には拘束力が与えられるもののその達成手段は加盟国に裁量が認められる勧告、そして一切の拘束力を持たない意見がある。1967年の統合まで最高期間の委員長には以下の5人が任命され、また統合直前には暫定委員長が置かれていた。共同総会は78名で構成され、 執行機関である最高機関の監督に当たっていた。共同総会の議員は各国議会内で5選された議員か市民が直接選んだ人物であるとされた。ただ実際には前者だけしかおらず、またローマ条約が発効するまで選挙を実施する必要がなかった上に直接選挙が初めて実施されたのは1979年のことである。 しかしながら、共同総会という議会組織は、各国政府の代表者で構成される、従来の国際機関とは異なるものであるということが強調されており、それは、パリ条約において、諸国民の代表という文言が用いられているところに、現れている。共同総会は、シューマンの構想には盛り込まれていなかったが、パリ条約の協議の2日目に、 ジャンモネが提案して創設されることになった。共同総会の設置は民主的な配慮を示すもので、正式な権限は与えられていないものの最高機関を統制する意味合いを持たせている。共同総会の初代議長にはポール・アンリス・スパークが選ばれた。欧州連合理事会の前身である閣僚特別理事会は各国政府の代表者で構成されていた。 また議長は加盟国が3ヶ月ごとにアルファベット順の輪番制で務めていた。閣僚特別理事会の重要な点は最高機関と各国政府の政策執行の調整であり、当時国内の一般的な経済政策については加盟国政府が当たっていた。さらに、理事会は最高機関が担当する政策の中で、特定分野について意見を述べることが求められていた。 石炭と鉄鋼に関する案件に限っては、最高機関が排他的に扱い、これらの政策分野について、理事会はただ監視に当たるのみであった。ところが石炭と鉄鋼以外の政策分野では、理事会の同意が求められた。司法裁判所の使命は、パリ条約の解釈、適用を行い、欧州石炭鉄鋼共同体の法令遵守を確保することであった。裁判所は、 各国政府の総意で任命された7人の判事で構成され、任期は6年である。判事の国籍については問われることがなく、ただ適正が認められ、その独自性に疑念が持たれないということが要件となっている。さらに2人の法務官が裁判所を補佐している。欧州連合の経済社会評議会に似たような機関であった諮問評議会は石炭。 鉄鋼産業の生産者、労働者、消費者、販売者から人数が平等にされた30人から50人ほどの議員で構成されていた。議員の任期は2年間で任命した組織の付託や制約を受けていない人物とされていた。評議会には全員出席の総会、事務局、議長が設置されていた。最高機関は評議会に対して 特定の分野の案件について適切な機会に諮問し、また情報を開示する義務を負っていた。他の機関が統合されていった中で2002年まで諮問評議会は独立性を維持し、パリ条約が執行した後は経済社会委員会にその機能が引き継がれた。ただしそれぞれに同じ案件が図られた時は独立性を維持しつつも諮問評議会は 経済社会評議会と協調していた。欧州石炭鉄鋼共同体は鉄鋼の生産量を増加させた。石炭については雇用と生産量を減らしながら生産性を向上させた。加盟国間では石炭の貿易量は10倍となるなど通商関係が促進された。最高機関は生産量の向上と経費削減を促すために 産業界へ280件も融資を実施していた。また、国境通貨の際の関税を廃止したことで経費がさらに削減された。最終的に石炭価格は米国炭のダンピングに駆使した。西ドイツは石炭に対するエネルギー依存を1967年に前年の3701ペタジュールから3291ペタジュールへ縮小させた。 西ドイツの対アジア輸出は1952年に8億マルク程度だったのが1956年に19.95億マルクに増えた。1956年の輸出先ではインドが突出して8.19億マルクであった。このように輸出が伸びた時期にちょうどインド準備銀行が行った外資等の実態における調査は英米内資国際機関による投融資が主体であった。 事実を記録している。西ドイツからの輸入は、英米等の直接投資が呼び込んだものと推察される。数字としては成功だが、しかし金融においては、当時から英米に主導権を握られていた。構成面では、欧州復興に貢献した。15年以上にわたり、労働者に対して112,500件の共同住宅購入向けの融資を実施し、1件あたり、 平均で1770 us ドルを対応されたことで労働者は手の届かなかった住宅を購入することができた。さらに、欧州石炭鉄鋼共同体は石炭鉄鋼関連施設が閉鎖されて職を失った労働者の転職にかかる費用の半額を支払った。地域の再開発支援と合わせて、 欧州石炭鉄鋼共同体は1億5000万ドルを拠出して10万件の雇用を創出し、その3分の1は失業した石炭鉄鋼関連の労働者に割り当てた。欧州石炭鉄鋼共同体が考案した社会保障政策は加盟国政府の一部で石炭鉄鋼業以外の労働者にもその対象を広げられていた。ありがとうございます。